いやいや、今日俺らアーミービレッジやってきたけどよ、マジで、うん、ムカつくことすげえいっぱいだぜ。給料もらってさ、税金取られて、市民税取られてさ、もう税で全速かよ、ふざけんじゃねえよ、マジで。あいつらさ、ちょっと一発言ってやりてえよ、政治家が一番のギャングスターじゃねえか、クソ。キュー、DJ、ちょっと落としてやれよ。平成21年式別風化マインドコントロールプラスボロ雑巾絞り取る法の暴力税金年金保険金公共料金生きてる代金ペイして生活は超ギリ貧源泉徴収税って何の悪ふざけそこ座れちゃ家潤す井戸が枯れるぜできれば気にしたくない金持ってるやつは持ってるなんだかね宗教政治家大企業みんな一緒クソがつこうとまとめ上げる税に感情まあなんとかなるしゃも通じない年頃1982式帰ってきた無責任男おい胸張れ自由業根元から抜け高層鉄筋コンクリート行かれているのは奴らか俺らか若っちゃいるけどやめられねえこの街ももう終わりだな シャッター通りゴーストタウンとなった甲府中心街人々はどこに行ってしまったのか問題作国道20号線の富田勝也監督が炙り出す日系ブラジル人アジア人派遣労働者たちのむき出しの姿空洞化や不況という名目のもとに見えなくさせられていた地方都市のうごめきを今行ったこともねえのにさ、すげえ懐かしく感じやってさ。